キングハリド軍事都市、キングハリド軍事都市、ラテン天舎、マディナットアル、マリックカリードアルアスカーイアは、サウジアラビア北東の近郊に位置する大型複合軍事施設。1970年代から1980年代にかけてアメリカ陸軍工兵隊の中東師団により、アメリカ軍とサウジ軍の複数の旅団の将兵の駐留のために、設計、施行された。 最大6万5千人が居住可能で、これに各種訓練施設、修理補給施設、病院、ショッピングモール、娯楽施設、空軍基地、防空システムが一体となり、すべての施設を含めると 30km 四方にもなる巨大軍事都市となっている。基地は当初、建設された場所から、あるバーチン軍事都市と呼ばれていた。しかし、その後この基地を含んだ、 サウジのインフラの発展に尽力した全サウジを、ハーリード・ドビンはアブドルズ・イーズにちなんだ、現在の呼び名に変えられた。アメリカ陸軍工兵隊は1951年により、サウジ防衛のために、ダーラン空軍基地など多くの軍事施設をサウジ国内に建設しており、1965年にはサウジ政府と軍事施設建設の請負い協定を結んでいい。 1970年代に入り、周辺諸国からの防衛のために国境沿いに3カ所の大型軍事基地を建設する計画が決定され、サウジ政府とアメリカの間で建設契約が結ばれた。一つ目がイエメンとの国境沿いに作られた、二つ目がヨルダンとの国境沿いに作られた、そして三つ目がイラクとの国境近くに作られた、キングハリド軍事都市であり、 この中で最大のものであった。この都市は学校、飛行場、港湾、病院、そして高速道路などを含んだアメリカの支援による大型インフラ整備計画の一部でもあった。キングハリド軍事都市はこの計画の中でも最大のもので、かつ公平隊による単体の軍事、施設建設計画の中でも最大のものであった。 この計画のための予算は13億ドルから200億ドルの間で見積もりが存在するが、おおよそ80億ユエスドルに達すると見られている。この他に、ター・イフノやハミンスムシャイトのキング・ハリド空軍基地が、この時に作られた施設に含まれる。キング・ハリド軍事都市の建設計画は1974年に始まり、そして、クウェートとの国境に近いラース、 あるミシュアー部の新しいペルシャ湾岸の港がすべての資材の搬入を処理するために成した後に建設が開始された。現地の技術者とプロジェクトマネージャーとの共同作業により計画の様々な段階は1980年代の間に完了した。計画の範囲は非常に広く21の新しい井戸が水の供給のために掘られ新たな補給拠点が設けられ、 3387棟の多目的地下道を伴った2階建て集合住宅と5カ所のモスクと関係施設が建設された。また、韓国の建設会社、三観企業、サムファンコーポレーションによって都市の側に作られた世界最大のプレキャストコンクリート工場都市の建設に使用された。都市は最終的に1987年に完成した。 キング・ハリド軍事都市内の施設に関する具体的な事実は内部が完全非公開であるためによくわかっていないが2個戦闘旅団を要する能力があると言われている。判明している限りの情報によると一辺 1km、直径 3km の八角形の区画を中心に構成されており八角形の北半分が兵士の居住施設、南半分が商業、 娯楽施設となっている。八角形のすぐ東側に直径800メートルの区画が接しており、病院及び商工の居住区となっていて、そのすぐ南側にスタジアムやエペ場がある。これら居住区の南9キロメートルに長さ3600メートルの滑走路と完全に延滞化された格納庫を持った空軍基地があり、さらに これらの施設の周辺に修理補給施設と思われる大型の施設が点在している。また、都市全体が防空システムと一体化されていて、敵の航空攻撃から都市を防衛している。ビルの内部は極めて近代的で、八角形の中心部分には噴水付きの緑豊かな中庭があり、プール等の娯楽施設は非常に豪華であると言われている。 湾岸戦争の間、キング・ハリド軍事都市は数千ものアメリカ軍及び多国籍軍の将兵の居住のために使われ、訪れた米軍兵士からはエメラルドシティと呼ばれた。当都市の飛行場は、ダーランやリアドの空軍基地と並んで、戦闘行動中に最も高い頻度で使用されたものの一つである。戦争の間、キング・ハリド軍事都市は、アメリカのパトリオットミサイルによって、 弾道ミサイルから防衛された。1991年2月21日にイラクは3発のスカートミサイルをキング・ハリド軍事士に向けて発射したが、パトリオットミサイルに撃墜されたと伝えられている。前世紀には数百人のアメリカ陸軍工兵隊将兵の拠点となり、小さなアメリカの都市がサウジの軍事都市の中に発展した。しかしながら、 湾岸戦争後のアメリカのオーバーアップレゼンスに対するサウジ国内での反米感情の高まりに伴いアメリカ軍が中東における軍事プレゼンスの軸足をクウェートやカタール移したため今日キングハリド軍事都市におけるアメリカの中流は最小限でありごくわずかなアメリカ政府関係者が生活し勤務しているのみである歴史群像シリーズ編集部編2003 図説湾岸戦争学習研究者歴史群像シリーズ ISBN4 から05から603040万から5楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。